キナハイキック、ゾンゾンキナハイ押しながら右フックだ、バック中でやっぱり海斗選手はああいう勝ち方をして、いわゆる正明幻想を崩してしまったというか、K1 の舞台で最強の力を見せつけてきたとは僕は思ってたんで、もう負けはいらないですし、僕の格闘技人生のテーマが世界最強なんで、またゼロからのスタートですけど、誰もが認める世界一になりたいなと思います。大体いつも試合終わって1週間は休むんですけど、まあ今回はもう怪我もあったんで1ヶ月ぐらいは休もうかなとは思ってたんですけど、やっぱり1週間休んで体を動かさないと自分の生活リズムが崩れちゃうっていう感じがあったんで、やっぱり自分にはこれしかないんで、戦うことが純粋に好きですし、格闘技自体が好きなんで、気持ちをまたリセットして、もう本当に怪我が治ればバンバン練習しますし、すぐにでも戦いたいと僕は思ってるんで。まあそうですね、本当に僕の勝ちを何ですかね、期待してくれてたファンの方たちも多かったですし、下馬評は僕の方が多分勝利予想が多くて、その中でやっぱり海斗選手がああいう勝ち方をして、いわゆる正明幻想を崩してしまったというか、本当に最強、ね、K1 の舞台で最強の力をどんどん見せつけてきたとは僕は思ってたんで、それが前回の形で本当にゼロに戻ってしまったんで、ただ僕連敗ってないんですよ。負けた後の試合は絶対勝ってるんで、僕2連敗したらもう自分の中に引退って決めてるんで、だからそれぐらい負けた次の試合にはかけてきましたし、まあ、そこは期待しておいてほしいなって思いますね。はい、まだ握れない状態ですね。これ以上ギュッて握ると痛いっていう感じ。はい、多分一番最初ですね。本当に多分一段の始まって右ストレートかワンツーかなんかを打ったタイミングで、本当右の一発目です。で、もう逃げれなくなっちゃってって感じです。その先っていうところですか。ワンツー顔面。今までの返したか。はい、何かしら絶対合わせてくるなと思って、それに対して僕も右だったりとかを合わせようと思ってたんですよ。こっち餌にしてババーンっていうのをやろうと思ってたんですけど、まあ右が壊れちゃったんでそれで打てなかったっていうのが、はい、多分合わそうと思ってやってもタイミングってちょっとずれるんですよ。ワンテンも起きれたりとかするんですけど、そのババーンっていうタイミングで合わせていったんで、それは本当になんかさすがです。はい、今までにない、カウンターのうまさというか。ハイトアップ中、キックボクシングルール 68.5 キロ契約ワンマッチを行います。負けた相手には、ね、リベンジしたいという気持ちはもちろん多分どの選手もあると思いますし、ただまあなかなか、ね、交わることがない団体同士だと思うんで、まあ、海斗選手も本当に海外に挑戦していきたいっていう気持ちもあるんで、まあ、いずれ海外とかで世界最強トーナメントみたいなのがあれば、まあ、そこに日本人代表として僕と海斗選手が、まあ、理想ですけど出て、まあ、決勝で2人で、争ってリベンジすることができたら一番ベストかなっていう気持ちではありますけど、まあ、K112月に大阪やるって言ってるんで、まあ、早ければ大阪出たいですし、まあ、地元も近いんで来年かなって感じですね。もう外人企画しかないですよ僕は、日本人で本当サラサラやる気はないんで、それこそ発表あったジョム・トーンとか、まあ、昔からずっと知ってる選手ですし、もう本当にレジェンドなんで、67.5 でも65でも3階級制覇するって言ってるんで、タイミングがあればやってみたいと思いますし、
本当に名前の知れてる選手と僕はやっていきたいです。だからもう本当に何て言うんですかね、下馬評でもう 10-0 でもいいんで、なんか僕がやばいんじゃないのって思われる選手とやりたいです。はい。すごい。K1 を見て育って、ブラッシュで強く上がってもらって、K1 に上がらせてもらって2階級制覇できて、今の自分がいるのは K1 のおかげだと思ってるんで、K1 チャンピオンがやっぱり K1 を引っ張っていかないといけないと思って、こう自覚を持って、僕なりのやり方で K1 は引っ張っていきたいなっていう気持ちであります。できれば K1 に誰もが認める世界最強の選手たちを連れてきてもらって、そこでのトーナメントを僕はやりたいと思いますし、もう負けはいらないですし、まあ、僕の格闘技人生のテーマが世界最強なんで、それに向けてまたゼロからのスタートですけど、一歩一歩勝ち進んで誰もが認める世界一になりたいなと思います。